ブロンクス動物園はアメリカ合衆国ニューヨーク市ブロンクス区に位置し、ブロンクス公園内にある動物園。園内では世界中の約650種4000匹の動物が飼育されており、世界最大の動物園の一つである。園地及び自然生息地からなる敷地は面積が265エーカーでブロンクス川が流れる。ブロンクス動物園は 野生動物保護協会によって管理される4つの動物園と1つの水族館の総合システムの一部であり、動物園、水族館協会によって運営されている。フォーダム大学が後にブロンクス動物園とニューヨーク植物園になった土地を所有していた。フォーダム大学は国が動物園と公園のみに使用するという条件付きで土地を1000ドルでニューヨーク市に売った。これは 大学の敷地と都市拡大による周辺の住宅街との間を自然の地域で妨げるためでもあった。1880年代には隣にニューヨーク州が公園として開発する地域を置いた。1895年、ニューヨーク市が動物園設立の目的でニューヨーク動物学協会を設立した。空ーズーに餌を与える動物園長のウィリアム・ティホルナディ動物園は 1899年11月8日、22種類843匹の動物を展示し、一般公開した。初代動物園長は、ウィリアム・テンプル・ホルナディ。ヘインスンラファージュは、最初に動物園を設計し、大きなアシカプールの周辺に、ボザール様式のパビリオンを並べた。1934年、ポール・ジェームズ・レーニーに捧げられた。 有名彫刻家のポールマンシップがデザインした彫刻、礼儀記念門が立った。門は1972年にアメリカ合衆国国家歴史登録財としてリストアップされている。ブロンクス動物園のサイドエントランス2006年11月、動物園はブロンクス側ゲートの外側に新しい環境に優しい化粧室をオープンさせた。動物園のバイオトイレを開発したクリブスムルトールム。 カンパニーによれば、この設備は年間50万人が利用し、100万 US ガロンの水を節約している。2007年3月、野生動物保護協会とフォーダム大学大学院は、科学修士号への教育プログラムを提示した。これは、ニューヨーク州で最初の青年科学教育の証明である。プログラムは2008年に始まり、この州では、 初めての共同プログラムである。2010年時点で、ブロンクス動物園には650種4000匹以上の動物を飼育してい、アフリカ平原、ワイルド、アジアなどは地理的に分けられている一方、ワールド・オブ・バード、爬虫類館など、展示の一部は動物の分類学的に分けられている。ゴリラの展示、アフリカ平原では、来園者がライオン、コウノトリ、 シマウマの前を通ることができ、カモシカが、ミアラ、リカオンと同じ場所で生活するのを見ることができる。キリンは近くで歩き回っている。リカオンは展示室からガラス越しに見ることができる。2010年1月には3匹のライオンの子供が生まれ、アフリカ平原で展示されている。ブロンクス動物園は、ニューヨークデイリーニュースと提携し、2010年4月に、 子供の名前を公募した。2匹のメス、1匹のオスのために決まった名前は、それぞれなら、アダンマ、シャニだった。バブーンリサーブは、エチオピア高地を再現しており、ゲラダヒヒの群れを飼育している。さらに、来園者は、このエリアで飼われている、ヌビア,アイベックス、ケープハイラックス、アフリカの水鳥などの動物。今後ゴ,ゴリラの森は、20頭ほどの西ローランドゴリラが、飼われる。 6.5エーカーの熱帯雨林である。さらに、コロブス、オナガザル、マーモセット、オカピ、マンドリルも飼われている。来園者はエリアを歩き、木の小から動物を観察できる。この展示は、ジャック・ウンルーが担当している。ワイルド、アジアモノレールは、アジアの出地、牧場、川岸などを再現した40エーカーのエリアを、来園者を案内する。 20分間の長いコースでは、自然の中、虎、象、サイ、猛コノーマを見ることができる。さらに、モノレールは、白杉、亀、鯉、アヒルなどが生息するブロンクス川に沿って移動する。モノレールには、幅26以内の車椅子であれば乗ることができる。これより大きい車椅子や、電動車椅子を使用する来園者は、ホームで小さな車椅子を利用できる。晩週から、 冬季早春にかけては営業しない。その他、雪氷とレッサーパンダが観察できる、ヒマラヤの高地や、アムールトラが観察できる、タイガーマウンテン、グリズリーやホッキョクグマが観察できる、大きなクマたちといった施設もある。ジャングルワールドのシルバーアルトン爬虫類の展示にいる、アメジストニシキヘビは、オーストラリアで最大のヘビ、ジャングルワールドは、屋内の熱帯雨林であり、 マングローブや海岸に住むカワウソ、テナガザル、ヒョウ、バクなど、800の動物を飼育している。来園者は、テナガザルがぶら下がるところや、歌うところ、カワウソが遊ぶのを見ることができる。展示品には通常、クワガタムシ、サソリ、ヨーロッパスズガエルなどもある。また、滝のついた池に腰掛け、グラミー、レッドフィンバルブ、海岸、スッポンもどきを見物することもできる。 バタフライガーデンでは、来園者は、牧草地や庭を歩き、蝶が上を飛ぶ屋内の温室である。モンキーハウスは、綿棒下マリン、白顔先、マーモセットなど、新大陸産の猿を飼育していたが、2012年3月に閉鎖した。猿は、動物園内の他の展示、セントラルパーク動物園、プロスペクトパーク動物園で展示されている。この建物には、画期的な地位があり、 跡地は放置する必要性がある。マダガスカル館は2008年6月20日に開業し、マダガスカル島の自然環境を再現している。ここでは、キツネザル、マダガスカルをゴキブリ、シファカキツネザル、ナイルワニ、フォッサなどを飼育している。ワールド・オブ・バードは屋内の包丁散歩道である。展示は年中オープンしている。来園者は青原西仏法層。 桜帽子インコなどを見ることができる。ワールド・オブ・バードが最初にオープンしたのは1972年で、改修のために2010年夏に一時的に閉鎖されたが、2011年初めに再オープンした。ブロンクス動物園では、2006年8月、雪氷の子供、レオ、繁殖計画に入れることに合意し、ニュースとなった。生後13ヶ月の子供は、 パキスタンのナルターバレーで地滑りによる泥に巻き込まれた。これにより子供の母親は死んだ。パキスタンの動物保護者が子供とそのメスの兄弟を見つけたが、メスは一週間後に栄養失調により死亡した。子供はパキスタン政府へ引き渡された。パキスタンで繁殖も計画されたが、雪氷用のリハビリセンターがなく、政府は ブロンクス動物園に任せることを決定した。今日はアメリカの協力により、ナルターバレーでのリハビリセンターの建築とともに、誕生した場所へ帰される予定である。2010年1月、動物園は遺棄された4匹の熊の赤ちゃんを収容することを決定した。野生動物保護協会では、熊の母親は、デイリューにより死亡したのではないかと推測している。4匹の赤ちゃんは、 新しい住みでも健康で元気である。2010年2月、ブロンクス動物園に規範スプレイ引きエるの保証地域が置かれた。この生物はタンザニアに生息していた。1985年7月29日、24歳の動物飼育員、ロビン・シルバーマンがボランティアと2頭のシベリアトラの包囲を行っていたところ、トラが彼を殺した。なぜ シルバーマンが包囲を行ったかは不明である。動物園の学芸員は彼の過ちを指摘したが、シルバーマンの家族は動物園側の欠陥を疑った。これは動物園で開園以来最初の惨事である。空の玄関が集中するニューヨークを謎の感染症が接見した1999年、病理主任を10年以上務める獣医病理学者、 トレーシー・マクナマラは8月の初め頃より動物園の周辺だけでも40倍以上のカラスの死骸を発見し天候の変化に対する順応性に優れたカラスの異変に不安を抱いた。その後、アメリカ大陸固有のチリフラミンゴ、白桃和紙、南米ヒメウトウトウが相次いで感染症で絶命する事件が起きた。鳥たちの検視解剖を行ったマクナマラは影響を受けていないのは 外来種だと気づき、アメリカにとって未知のウイルスが原因だと思われるので調べてほしいと、アメリカ疾病予防管理センターに連絡を取るが、CDC は自分たちの出した感染症の正体はセントルイス農園であるという結論を過信する。CDC はブロンクス動物園の鳥たちが死んだのは、そちらの不手際だとののして、電話を切ってしまう。 激怒したマクナマラは動物医療では最先端を行く国立獣医学研究所にフラミンゴと誤って手に針を刺してしまい発症した同僚の血液サンプルを送りさらには本来なら民間のケースはタッチしないアメリカ陸軍伝染病医学研究所に勤務する友人により陸軍で検査してもらえることになったやがて真の農園の元凶であるウイルスを検出し 改めて CDC の関連研究機関で遺伝子配列の解析が行われ、最初の患者が倒れてから5週間後の9月23日にウエストナイルウイルスによるウエストナイル熱であることが判明した。2011年3月26日、ブロンクス動物園は毒を持つアスプコブラが展示室にいないことが3月25日に発見され、爬虫類の展示を中止していると発表した。 動物園職員は、コブラは、オープンエリアでは、落ち着きがなくなることが知られており、行方不明のコブラは、外部ではなく、建物内で見つけられるだろうと確信していた。ヘビの失踪は、アスプコブラの毎日の騒動を書いた、人気のツイッターパロディアカウント、ブランクスズーズコブラのきっかけとなった。3月31日、動物園当局は、爬虫類展示の非公開エリアで、 ヘビを発見した。2011年5月9日、メスのマクジャクが動物園から脱走し、5月11日に捕獲された。2012年9月21日、デイビッド・ビラ・ロボスという25歳の男が、虎の展示内を走行中のモノレールから飛び降りた。彼はシートベルトを締めておらず、エリアの周りの16フィートのフェンスは取り除かれていた。彼は、 バシュタという名の11歳のシベリアトラによって、傷つけられた。しかし、最悪の事態には至らず、トラは3年間動物園で飼われていたため、安楽死も免れた。彼は10分間、肩や足、腕を攻撃されていたが、動物園長ジム、ブレヘニーが駆けつけ、トラを追い払うために消火器を使用して、ワイヤーの下を回転して、逃げるように指示した。彼は病院にいるが、 容体は安定しており侵入した罪でおそらく逮捕される。これは自殺未遂を考えられたが400ポンドの動物を飼っていたビラロボスはインタビューでトラと一つになりたかったと語っている。ありがとうございます。